頼むから逃げてくれ、ホーキンス船長。ホーキンス船長。戦闘敗北率 100%。 ちょっといいかね。逃走成功率 12%。 戦闘丸という男を探しているんだけども。防御回避率 76%。 おーい、そんな男は知らない。丘を渡ってくれ。いやー、それが見つからないと。暇だからね。そんな時にまさかこんな首を放っておくわけにもいかんでしょう。懸賞金2億4900万、魔術師バジル・ホーキンス。速度は重さ。光の速度で蹴られたことはあるかい？参った、なんて強さ。それ以上の敵もいる。まさかあれはキサル。なんという悲運。前方に海軍大将、後方に七部会。ここまでか。そうでもないぞ。お前にはまだ思想が見えない。そうか、ロースブルーのホーキンスか。敵ながら冗談でもありがたい。その程度の力か、海藻。またお主か。ドレイク少将。しまった、キザルと出会うつもりはなかった。ずいぶんやられたが、さて本当に希望はあるのかどうか確かめさせてもらおうか。ぼちぼち反撃してみよう。生きてることに気づいてまた来たんだな、きっと。ギア、セカンド。強えと分かってんだから初めから全開だ。やるしかねえな。何か妙だ、あの時のヤツと雰囲気が違う。どういう？ゴムゴムの！ディアブル！ムートン！ジェット！ケット！キャノン！ゲー！エイブ！ずいぶん痛めつけてくれなさったな。さっきまでの私とは思いなさんな。因果ざらし。少しは聞いたか、ファイソー・ウルージ。今の今までくたばり族内だった男が、巨大化した上にトム・パーツ。どういうわけだ。ドレイク少将。ああ、元少将。それの偵察に来たんじゃねえのかい？戦ってみるといいよ。内情を知っている分、絶望もでかいと思うがね。せいぜいお気をつけなすって、ひよっこの諸君。今はわしもいるのでね。ほう、貴様にも赤い血が通っていると、驚いた。どいつもこいつも億を超えるようなやからは化け物じみていて怖いね。ゴーマの僧。何の能力か知らないけども実体はあるな。ロンヤ系じゃなさそうだ。船長、まずいぞ。ダメージの限界を超える。本当に死んじまう。まずは一人目。
ここまでの長い航海、ご苦労だったね。なんだ？あいつは。イェーイ、ギャオ、届いてるか、このビュージー、聞こえてたらステチューン、海軍大将キザルイェーイ、ギャオ、ギャオ、あいつは、海なり。ギャオ、エヴィバディ、聞いてね、戦うビュージー、スクワッチキュラー。ま、海軍の大将がこんなんでやられるわけはねえけど。ええー、面白いもんいっぱい見れた。ほんじゃ、トンズラ国勢、あばよ。ひどいね。おお、びっくりしたね。やたの鏡。あ、なんで？ランキーボクシング。ほら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 。はい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 。ドン。スパイダーネット。一発口の中に入った。体の中の何かがショートしたんだ。体は硬いが、裸が血も出る。俺と同じように。体中を平気で改造しただけの元は不満身の人間なんだ。ナオジさん、危ねえ、見つかったぞ。しまった、オチエンタフルールクロトンバーノ。お兄さん、休憩中悪いんだけど、そこ雷注意報ね。国運からクリマタクトへサンダーランスエンパーキーテなんかねえじゃねえかよ。ピンピンしてるじゃねえかよ。でもあいつどこ狙ってんだ。やけくそか。アイデル暴走し始めた。やけになったら勝負は終わりだ。ディアブルジャンブフランバージュショッホー。キキ中東に話は魔球戦ヒアサーバー行くぞ。行けルフィ。もう一押しゴマゴマの潰したぜルフィ。ギガントライフル。ちょっと休もう。いきなりこんな全力の戦闘になるとは思わなかった。休みてえが、まず身を隠した方がいいな。今また見つかったら俺ら一網打尽だぞ。それもそうだ。でもあとほんのちょっと待ってくれ。またくてめえら寄ってくれるぜ。まだまだ敵か。どこから声が。誰だ。おいおい、なんて無様な姿だ PX4。 てめえらパシフィスタを一人作るために軍艦一隻分の費用を投入してんだぜ。ったく、あのパンク野郎になんて報告すりゃいいんだよ。ここは逃げよう。一緒じゃダメだ。バラバラに逃げるぞ。ゾロ君は俺を全力で守り抜き出さないで頼むよ。ちょっと待って、ゾロ俺も相当ご安心を。私がカバーします。まだダメージが残っておられるんでしょう。実は私、スリラーバークの身代わりの件、一部指示を見てまして。そうか、
悪い。俺たちはあっちへ逃げるぞ。ボビー向こうへ。みんな3日後にザニー号で。人の心配してる場合じゃねえ。バイは海賊に何の因縁もねえけどな。ゴムゴムのガトリンだ。ふいしょ。なんだ。何した今。なかなかいい攻撃力だが、ワイのガードは世界一。なんだ、何者だ。てめえ離れろ、ゾロから離れろ、バカ野郎。そ、ゾロさん、ゾロさんがビームを食らった。おいぞ、しっかりしろ。たく遅えんだよ。やっと来たか、キザルのおじき。キザル、気をつけて。その男、海軍大将よ。大将もう手遅れだよ。懸賞金1億2000万。海賊狩りのゾル。そこそこやれる剣士だと聞いてたんだけどね。一発 KO とは、ずいぶん疲れが溜まってたんだね。くそ。大将だと。ゆっくり休むといいよ。移動もさせない。無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい？冥王レイディ。若い目をつむんじゃない。俺から始まるのだよ。彼らの時代は。こんなひよっこの肩を持つなんて、腐っても海賊ってわけなのかい、レイディさん。君たちが手配書を破棄してくれるのなら、私も伸びやかに隠居できるんだがな。海賊の罪は消えんでしょう。ましてロジャー海賊だ。ウソッパーブラックー、ゾロを連れて逃げろー。もう行くぞブラック。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃこいつらには勝てねえ。潔よし、腹が立つね。全コーラエネルギー使い果たすぞ。こいつが最後の攻撃。ルードバーン。ボスさん、ありがとう。無事を祈る。やったね。しよしよ。まだまぶしい。機械、何かしてくるのでは。君は行かせん。剣など久しぶりだ。天の村くも。困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。お惑いこそが人生だよ、キザル君。先ほどの光が消えました。また王さんに救われたようだ。こうなったのだ。お前を逃がす。バカ言うな。今のお前なんか俺より役に立たねえよ。一緒に逃げるんだ。ルフィがそう判断したんだ。止まれ、クソ野郎が。サチ！足が。逃げろ、サチ！狙ってるぞ！バカ！サンセット行け！
やべえな、あっち。まさかいの出番もね。仲間に気使う余裕なんてねえはずだぜ。足柄どっかい。ルフィ、なんであいつの打撃がゴムのルフィに効くんだ。そう、チョッパー立ち止まらないで。サシサシくそ、みんなやられる。ダメよチョッパー、やめろよお前ら。ルンブルチョッパー、ありゃあん時の、なんでこりゃ。こいつ本物だ。旅行するならどこへ行きたい。おいゾロ、早くここから逃げねえと。ゾロ、サン、え、てめえ、ゾロに何しやがった。今たった今目の前にいたのに。ゾロ、ルフィ、とにかく全員逃げろ。あとは助かってから考えろ。行け。おい行くぞ。でもゾロが。だからそれを後で考えろってんだろ。行くぞ。行こう。俺はビームかすっただけで肩貸すから早く。危ないですよ、お二人とも。ブラック、ブラックお守りします。この命に変えても。あ、私もう死んでます。ブラック、くそ、何やってんだ俺は。目の前で二人も仲間。くそ、サジ、行け、ウソップ。我が家、一緒に行くんだよ、サチ。この、やめろ、サチ。その、クソ肉球野郎が。サチ。くるだ、くるだ、くるだ。ウソップ。逃げろ、逃げろ。サチ、やめろ、サチ。向こうの事態が尋常ではないな。なんとか力を貸したいが、年は取りたくないものだ。名誉レイリーだな。お前の言うことを私に信じろと。貴様の自由、俺も立場を危ぶめている。おめえ一体どういうつもりだい、クマ。政府の息のかからない事例では、我々が海軍と仲良くする義務はない。質問には答えない。ルフィ。
やめろ、やめろ。もうやめてくれ。仲間一人も救えない。で、そいつも飛ばして終わりかい？ちゃんと説明はあんだろうな。これは大問題だよ。もう二度と会うことはない。さらばだ。グランドライン、シャボンディ諸島、12番クロー。この日、船長モンキー・D・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味、完全崩壊を喫した。